の視察結果を発表させてもらうわ。点数の重要性についてはもう繰り返す必要はないわね。天王寺から候補者の視察という重責を託された以上、私も彼が納得する答えを出さなければならない。ここには俺たちしかいない。包み隠さずはっきりと言ってくれ。官位は画期的なアイデアを多く持っているけど、詳細の設計がまだ足りないわ。それにその気質は他人と対立を起こしやすい。明白は穏やかで筋が通っているけれど、向上心が足りない。そしてその性格では皆を従わせにくいわ。一方で地位は均衡が取れている。それにリーユエでの評判も悪くなかった。各方面への責任を考慮して、リーユエ七世には地位の名を挙げるものとするわ。なんだって、そのおめでとう。ありがとうございます。正直ここで自分の名が聞けるなんてとても驚いています。ですが私からすれば、我々3人のうちの誰であろうと点数に選ばれる可能性がありました。競争相手としてお二方の才能はこれ以上ないほど存じております。お二方は私のそばで仕事を手伝ってくださる気はないでしょうか。また今度にしてくれ。今はそんなことは考える気分じゃない。俺は別に構わない。できることがあればそれでいい。では私からは以上よ。この後着任の知らせが来るはずだから、チームをしっかりと準備をしておいて、真面目に責務を果たして天王寺を失望させないようにね。立場に恥じないよう努力いたします。これだけは信じていただけると幸いです。では私はこれで。戻って支度をしてからお祝いに外で食事をしようかと。皆さんもご一緒にどうですか。俺はいい。そんな気分にはなれん。チーの緊張も解けたみたいだし、今が張り込みのチャンスかもな。おい旅人、俺のどこがあいつより劣ってたのか言ってもらおうじゃないか。もし答えられないならこの結果は認めないからな。俺も知りたい。まずい、今絡まれたらいけなくなっちゃうぞ。先に行って。はっ。はあ、やっと終わったぜ。イエラン様、地位は悲運の丘へ向かったようです。早く行きましょう。チーは本当にファデュイに寝返ったのかな。天王寺でさえ褒めるようなやつなのに、
どうしてファディのために動いたりするんだ。今はまだわからないわ。でも次に彼と会うとき、真実が明らかになるはずよ。申し訳ございません、イエラ様。見失ってしまいました。あちらの対偵察能力があまりにも高く、相手に気づかれないように追跡できるかどうか分かりません。そんな、イエランの部下ですら。もしかして、チーはまだ警戒を解いてなかったのか？いえ、ブハイ曰く普段よりは警戒を解いているそうです。ただ本能的なものなのでしょう。周囲の視線にとても敏感なのです。そんな、自分を責める必要はないわ。相手は天王寺から直々に教わっていた人物よ。それなりの実力があってもおかしくはない。君たちに天王寺を追跡させても方向がわからなくなるまでもてあそばれるだけでしょう。それと同じよ。でもチーが最後にどこへ行ったかはわかるかしら。新月圏です。中にいた時間は短く、私とブハイは外から見張っていました。しばらくしてから服装の全く違う人物が出てきました。ブハイはその者の気配がどこかチーと似ているように感じたようですが、確認のために近寄ればきっと彼に気づかれてしまう。もし気づかれてしまえば本日の行動が無駄になってしまうと思いました。たとえ現行犯逮捕したとしても我々には証拠がないのですから。ですので私はブハイを止めてここでイエラン様を待ったのです。あいつの方は今新月圏で聞き込み調査をしています。よくやったわ。魚が餌に食らいつかなくたっていいの。水の中にいる限りいくらでも捕まえる方法はあるわ。肝心なのは彼が何をしようとしているのかを把握することよ。行きましょう、新月圏へ。おいおい、人一人が目と鼻の先で服を着替えていったのに何も聞かなかったってのか。服装や化粧はお客様の自由ですのでお聞きする理由はございませんが。はあ、まあそれは確かにそうだが、おかしいとは思わなかったのか。たとえおかしいと思っても私に阻止する権限はありませんので。言い争っても意味がないわ。単刀直入に一つだけ答えてちょうだい。先ほどのものは店で何を買っていったの？買い物はされていません。ずっと前に予約されていたお酒を受け取っていかれただけです。お酒？ええ、辛くてまろやかで一般のお客様は注文しないような強いお酒なんですが、あの方はずっと前にここで予約をしてくださっていて、先ほどそれを受け取りにいらっしゃったのです。酒、酒壺、なるほどね。行きましょう。どこに？帰国よ。邪魔するわね、リンローさん。以前チーがここで式を予約していたでしょ。私たちはチーの友人なんだけど、彼からここの品は安くていいものがあると聞いて見に来たの。あら、お二人はどんなものを探してるのかしら。そうね、式についてはあまり詳しくないから、チーが選んだものと同じものでいいわ。
どんなものか見せてもらえるかしら。この一式の式よ。少し前にちーさんが受け取っていったわ。古代式の良質な模造品なの。見た目がとても豪華でしょ。ここだけの話、このような式はもうあまり置いてないのよ。ちーさんも一式買っていったし、残ったこれらはちょっと値段が高くなってしまうかもしれないわ。値段はいくらでも融通が効くわ。林老さんに損はさせないから安心してちょうだい。でももう一つ聞きたいんだけど、チーが買っていった式一式には杯も含まれていたかしら。ええ、でもあの一式にある杯は単独でも買えるわよ。一つだけでもいいし、最大四つまで買える。チーさんは二つ買っていったわ。ありがとう林老さん。まさか式がこんなに奥深いものだなんて。帰ってからもう少し考えてみるわね。ええ、でもなるべくお早めにね。一日でも遅ければ売り切れてしまうかもしれないわ。それじゃまた来てね。面倒なことになってきたな。自称実力派偵察達人のくせして、一般人にすら張り込みがバレるどっかのデカブツのせいだろ。お前だってできてねえじゃねえか。俺は元から交渉派だからな。そんな俺と体を張る仕事を比べたりして恥ずかしくないのか。なんも言えねえ。イラン、オイラたちの計画って失敗に終わっちゃったのか。チーも見つからないし、もうどうすればいいかわからないぜ。そういえば、なんでチーは新月券で酒を買ったんだ。お祝いのためか。ただのお祝いじゃないわ。どういう意味だ。まずチーはあまり酒を飲まない。それどころか父親が原因で酒を嫌っているほどよ。単なる一人祝いならなけなしのお金で高いお酒を買ったり、ましてや杯を一組買ったりなんかしないわ。これは彼の背後にいる者と行う祝賀会ね。その人は強いお酒が好きで身分も高い。だから見た目が高級な式を手に入れる必要があった。この条件に当てはまるファデュイがどこにいるのか君たちならわかるんじゃない。ファデュイの役人ですか。それならスネージナヤ大使館か北国銀行でしょうか。十分な人員を連れてその二箇所を包囲しなさい。イエラン様、やるんですね。やっと私の出番が来ましたか。何を考えてるの。隠密での偵察よ。チーは警戒心が高いけれど、彼とお酒を飲む人も警戒心が高いとは限らない。だったらターゲットを変えて張り込めばいいだけの話。そうだよな。もしチーが誰かを接待するためにお酒を買ったんだったら、そいつについていけばチーも見つかるはずだ。しかしイエラン様、もし気づかれてしまえば外交問題に発展する恐れが。分かっているわ。でも君は気づいていないの。チーは彼の全てをこれにかけている。彼の弱点をつかみたければ我々も相応のリスクを犯す必要があるわ。命令を実行しなさい。それと準備は入念にしておいて、チーが行く可能性のある場所全てに人員を配置して観察しておくこと。はっ。ご安心をイエラン様。チーは簡単には行きませんでしたが、ファデュイの役人の動向については隅々まで明かすつもりです。私は茶室で待ってるわ。予想が正しければファデュイの役人はおそらく夜に行動を起こすはずよ。君も準備しておいて、後で頑丈茶室で落ち合いましょう。
ちょうどいいところに来たわね。先ほど文苑から情報があったわ。ファデュイ大使のユスポフが一人で大使館を出て聖教裏の方へ向かったそうよ。聖教裏？それってチーが計画書に書いてた場所だよな。どうやら彼らはそこを待ち合わせ場所にしたようね。悪くない選択だわ。聖教裏は魔物が多いため人があまりいない。そこで会えば誰かに見られる心配もないってこと。よし、今すぐあいつらを捕まえに行こうぜ。ええ、私の考えが正しければ今回の行動には意外な収穫があるはずよ。ここが聖教裏ね。遺跡が多くて魔物もはびこってるから、ここを通りたい人は皆迂回する。以前調査したことがあるから、開拓時にあった入り口については大体覚えているわ。行きましょう。盤石。ここはかつて開拓された場所だけど、内部の構造はとても複雑で、地下が安全とは限らない。当時の施工隊が安全通路を残しているはずだから、それが見つかればもっと楽に移動できるわ。でもやっぱり戦う準備をしておいて、正確かつ迅速に、あまり音を立てないようにね。安心しろ、オイラたちはプロだからな。そうだイエラン、お前の3人の部下ってどこに行ったんだ？彼らには他のことをさせているから、また後で合流することになるわ。時間もないし、私たちは先に行きましょう。逃げ道はありません。痛がっていない。簡単に対処できるわ。よっ、保管化粧。はい、揺らぐことなし。
いに来たファデュイの大使かな。あ、あの扉の中に入っていったぞ。あそこがイエランの言ってた安全通路なのか。早く行ってみようぜ。壁立先陣。ここは確かに施工隊が残した通路だけど、もう封鎖されているようね。強行突破するにはリスクが大きすぎるわ。近くに他の道がないか探しましょう。イカズチ、逃げ道はありません。
甘い。盤石。
溝に流れ込んだことで彫像に光が灯された。なるほど、これで彫像を動かせるわね。もうすぐ最深部ね。さあ、即戦即決で行くわよ。岩山八九。さばきの雷。いざ。
香りだけでいい酒だとわかる。ご苦労だったな。さあ乾杯しよう。さあさあ、お前から先に飲め。ほら早く。すみません、これほど強いお酒は初めてで、まだあまり慣れなくて。じきになれる。我々と友人になるなら酒がなければ話にならんのだからな。なれるよう精進します。一杯だけでそんなになるなんてな。そんな様子で大丈夫か。お前が顔色一つ変えず自分の死に毒入りスープを作っていた当時は、随分と肝が据わったやつだと思ったのだがな。さあもう一杯飲みながら話そうじゃないか。はい。ですがあれは仕方のないことでした。毒を盛るなんてこと、今じゃ聞いただけで震えますよ。臆病な私は毎回毒を盛るたびに家に帰って何日か隠れていたんですよ。誰かにバレないかって本当に心配で。そうだな、お前の苦労は分かっている。我が友よ、これまでご苦労だった。だがやはりお前は毒を盛ることにかけては天才だ。我々がスネージナヤから持ってきた毒薬は、本来この酒と同じぐらい強烈なものだ。だがお前はそれを感づかれにくい慢性の毒に変えた上、魚スープに入れるという方法まで考えついた。魚の生臭さが毒の特徴的な酸味を中和し、それどころか魚スープをさらにうまくする。一体どうやって思いついたのだ。ある日釣りをしていた時、偶然思いついたんです。この方法でなければ天王寺の目はごまかせなかったでしょう。いやはや、よくやった。今後ファディもお前にふさわしい支援を送り、お前の天数の座を揺るぎないものにしよう。もちろんお前も俺たちに従順でいる必要があるがな。聖教裏のこと以外にも要求はまだある。時が来ればよろしく頼むぞ。ご安心を。あなたからいただいた任務であれば全力で行います。おい、聞いたか？毒を盛るって。天王寺が最近体を崩してたのは、チーの仕業だったのか。あいつ、やっぱり悪い奴だったんだな。早く捕まえようぜ。待って、写真機は持ってきてるかしら。持ってなかったら私のを使って。こんな面白い場面、しっかり記録しておかなきゃ。いい酒だ。外交問題は長い間進展がなく、多くの者が聖教裏の宝を狙うようになった。こっちとしても頭が痛いんだ。この件が終われば、やっと順調にことを回し始めることができる。お前のおかげだ、チー。初めてお前に会った時、俺たちはきっと手を組むことになると思った。お前、当時俺が話したことを覚えてるか？もちろんですとも。私のように執事の卑しいものは、どれほど努力しても天数になる資格などない。唯一の方法は、現在の天数が最も暗い存在になっている時に、私を最も明るい存在にすること。私は、その言葉に深く納得したのです。はあ、通常の流れを踏めば他者との差はますます広がるばかりだったろう。他の二人の競争相手を見てみろ。官位には財産、名伯には名望がある。だがお前はどうだ。お前には何もない。どこから来たかさえ知らない野良坊主ではないか。だからお前を手助けすることにしたのだ。我らファデュイには古い言葉がある。飢え死にしそうな野良犬には
一本の骨を与えるだけで一生家を見守ってくれるてな。はい、あなたには感謝しております。お前の一番の取り柄は従順なところだ。仕事さえしっかりやってくれれば今後は金に困ることもなかろう。ファデュイ以外のものになら何も気にせず大手を振るがいい。チーが劣等感を抱いているとコウが言っていたけど、どうやら本当のことだったようね。先に進めば進むほど自分の優位性が薄れることを恐れた彼は、ファデュイの説得に応じて行動を起こした。写真機のフィルムはまだ残ってる？じゃあしっかり持ってて、ここからが今晩の目玉よ。収穫があるかどうか全部地位にかかってるわ。酒はまだあるか？杯いっぱいに注げ。今日は気分がいい。もっと飲もうじゃないか。もちろん後でお前が送ってくれよ。もう残り少ないですが、どうぞ。お好きでしたら今度もう少し買っておきましょう。ブハー、いい酒だ、本当にいい。お前、酒に毒を。いつの間に。驚きましたか、ユスポフさん。お前、こんなことをして分かっているのだろうな。何がいけないのですか。この座に着くまで私は何年もかけて勉強し思考を重ね、あまつさえ自分の死にまで手をかけました。それほどの苦労をしたのに、喜んであなたの傀儡になるとでも思ったのですか。あなたたちを含め、私は誰にも頭を下げるつもりはありません。愚かな。ファデュイの後ろ盾をなくしたお前が、その位置に座り続けられるわけがない。それに、俺が理由もなく姿を消せば、大使館がお前たちに説明を求めるだろう。罪にある干し草は見えますか。あの下にはありったけの爆薬があるんですよ。それに隣の暗い部屋にはあなたが手配した黒岩城の3人の潜伏者もいる。あなたが意識を失った後、ここに火を放ちます。火はゆっくりと干し草を伝って爆薬までたどり着き、崩壊した遺跡が全てを埋めてくれます。お前、黒岩城にあなたと潜伏者が連絡をしていた証拠を残しておきました。やがて2つの失踪事件は結びつき、真実がゆっくりと明かされるでしょう。ファディは黒岩城に潜伏者を手配し、遺跡を爆破する特殊爆薬を盗んだ。夜更けに堅固な地盤を破り、ここに埋まる宝を持ち去ろうとした。しかしそこで間違いが起こり、全ての発案者が事故死してしまった。確たる証拠の中、大使館は説明を求めるどころか、逆にあなたの自発的な行動だったことにするでしょうね。彼らはそうやってあなたの単独行動を説明し、同時に自らの潔白を証明する。もちろん、もう私とは関係のないことです。私はこれを機に、聖教ら再開発計画を取り消し、弱みも汚点もない天数になる。ちぃ、それで完璧だとでも思ったのか。毒薬の件、俺たちの接触、俺の今夜の外出まで、ファデュイは全て記録しているのだ。俺が死した後、必ず調査が。記録？お？それはあなたの副官、ティオファンが持っている記録のことでしょうか。なぜそれを。
あなたが私に接触したとき、同時に私もあなたの周りの人間に接触したのです。今日あなたに持った毒もティオファンから渡されたものなんですよ。後の処理は彼がしてくれるでしょう。あなたがここに永眠することは彼にとっても利益あることですからね。何せ彼はあなたの座っている席に垂涎していましたよ。あの裏切り者め、うわっ、あはっ、貴様、安心して行きなさい。今晩全てのものが自分の欲しいものを手に入れる。内情を知る者は処理されるか私の共犯になるかのどちらかのみ。さようなら、ユスポフさん。調べておいたの。君は万が一の時のために3つの避難路を残しておいた。すでに人を手配しているから無駄な試みはしないでちょうだい。この茶番劇もそろそろ終わりにしましょう。それと先ほどの全過程は全て写真機に撮ってある。チェックはいるかしら。茶番劇、イエランさんが何をおっしゃっているのか分かりませんが、私は今回偶然にもパデューの行動に気づきました。相手の言葉にうまく話を合わせた後、やっとのことで倒したのです。よろしければイエランさんも一緒にこの件を調査しませんか。まだ詭弁をやめないつもり。いいわ、彼の体にある毒を検査すれば天王寺のと同じものかどうかわかる。それだけで十分有罪にできるわ。何も言うことがないのならここまでにしましょう。連れて行きなさい。一歩間違えれば全てを失う。油断していました。あなたたちは彼をつけてきたのですね。なるほど、自分は隠せてもこいつを忘れていたとは。少し話をしましょう、イエランさん。私はかつてこの立場に恥じないように行動すると言いました。これだけは保証できます。それで、私が着任した後あなたの利益を保証しましょう。本日ここにいる方を含め全ての方を手厚く扱いましょう。私は不名誉な手段を使いました、それは認めます。しかし私のような執事では他に方法がなかった、そうは思いませんか。まだ問題を理解していないようね。君はどう思う？そう、チー、賢い者は人生において数々の言い訳を作るわ。でもそれらの言い訳は他人を騙すことはできても自分だけは騙せない。君は他人の尊重を勝ち取りたいと思っている。それは間違ったことじゃない。でも、天王寺は最初からあなたを見下してなんかいなかった。そうじゃないの？天王寺は死として、父として、君と向き合っていた。なのに君は毒薬によって、その恩をあだで返した。その時からすでに、君のやり方は、当初の目的に背くものになっていたのよ。聞きたくありません。私は。もっと残酷なことに、君は、この方法でしか目的を達成できないと思っていたようだけど、天王寺なら君に必ずこの機会を与えたはずよ。君が何もしなくてもね。彼は君をこの世で一番信じていた人だった。君が持ってきてくれた魚スープを何の疑いもなく飲めるほどね。もう言わないでください。人生は釣りと同じ。
焦りは禁物だ。何をするにしても急いではならん。若い頃はわしもお前さんと同じで、いつも自分を証明したいと思っていた。だが後々物事のすべてが思うようにはいかず、心を落ち着かせてこそ前に進めるのだと気づいた。お前さんはまだ若い。辛抱強く自分を信じなさい。見えるもので自分の価値を証明しなくてもいいんだ。Gのやつはどこに行ったんだ。こんなに経っても会いに来んとは。忙しいのかもしれませんね。今度来るとき、出来たての魚スープを持ってこなかったら入れてやらんわい。何を思い出したか知らないけど、牢獄ならたっぷり時間はあるわよ。あ、忘れるところだった。もしファドゥイに今日のことを知られたら、牢獄も安全とは限らなくなる。ニットを追うなら、しっぺ返しを食らうつもりでね。でも今、もう一つだけチャンスをあげるわ。ごめんなさい。私はこれから忙しくなるから、明日の午前にまた頑丈茶室で会いましょう。ここの爆薬は私が人を手配して取り出すわ。その後である人に会いに行ってくる。オイラたちの手伝いはいるか？いいえ、危険があるかもしれないから私たちのような専門家がやった方がいい。安心して、向こうが協力してくれればただの交渉に過ぎないわ。それじゃあまた明日。早く休みなさいね。剣よ盤石。任天堂地。毒はもう取り除きました。しかし毒素に侵された体は一朝一夕には回復しません。薬術先生、父は？ご心配なく、処方通りの薬を毎日続けて服用すれば長くとも 2,3 年で全開するでしょう。発見が早かったのが幸いでしたね。あと数日遅れていたら毒素が臓腑にまで行き届き、危ない状況になっていたかもしれません。まさかこれほど希少な毒物を手に入れるとは。ファリュイの奴らめ、よほど広いツテを持ってるようだな。だが私たちに出くわしてしまうとは、
奴らも運が悪い。それでは天王寺、我々はこれで失礼します。数日はあまり動かず、しっかり休息をとってください。ああ、わかってるよ。ありがとう。来てくれたか。今回のことは本当にありがとう。後で茶を入れよう。お前さんたちにもわしの腕前を味わってもらわんとな。ああ、前は気力が衰えてきていると感じていたんだが、今は随分頭がはっきりしてきたよ。そうなると点数後継者の選考もそれほど急ぐ必要がなくなったわね。イエラン、来たのか。事の処理がだいぶ終わったから、暇を見つけて状況を見に来たの。依頼はこれで完了よ、天王寺。私から見て地位はこの座にはふさわしくない。でも官位と名伯は育成を試みてもいいと思うわ。ご苦労だった。はあ、人の心は変わりやすいというが、実際に身をもって経験するとやはり落ち込むものだ。オイラの気のせいか。なんだか天王寺、あんまり驚いてないように見えるぞ。天王寺を見くびらないこと。もしも本当に地位を信用して疑っていなかったら、私に視察官なんて依頼しなかったわよ。普段の流れだったら、実は月海亭が視察を担当するの。そうよね、天王寺。ああ、本音を言えば心の底からあいつを信じたかったが、わしは天数という立場に責任を負わなければならない。実は地位と知り合ったばかりの頃、あいつがわしに近づいた目的について疑い、裏でいろんな調査をしたことがある。出た結論は、当時のあいつに体などなかったということだった。わしをただ普通の長友として扱っていたんだ。いつからあいつまで変わってしまったんだ。あいつを直接推薦する考えはなかったが、正々堂々の勝負をさせるつもりはあったよ。出生と名簿、多くの者が重んじることだが、わしにとってはあまり重要ではない。わしが天数になったばかりの頃も名声なんてなかった。関羽お姉様が間に入ってくださって、やっと解決できたなんてことが多々あったんだ。わしが本当に評価していたのは、あの子の賢くて負けず嫌いなところだったのさ。確かに地位は賢くて慎重な人だわ。情報から見るとパドゥイ側は彼に対してあまり警戒していなかった。でも一方、地位は毒を盛るために入念な準備をしていた。彼が選んだ新月剣の強いお酒は、その強烈な辛さで毒薬の酸味を隠すことができるの。ファドゥイの役人が程よく酔い、最も油断している瞬間を見計らって毒を盛った。彼は買っておいた酒壺の中に毒を隠す段取りをつけていた。壺の中の酒が減った後、何食わぬ顔で壺を振れば、仕切りの中の毒薬が酒に入る。その後、地位の所持品からは解毒薬も見つかったわ。もしもファドゥイの役人が疑いを示したら、地位も一緒に毒酒を飲んで、機会を見計らって解毒薬を飲むつもりだったのね。でも毒薬は体を侵すんじゃないのか？ええ、もし本当に毒酒を飲んでいたら、たとえ解毒薬を服用しても大きな後遺症が残ったでしょうね。自分自身に対しても彼は躊躇しなかった。地位は今どうなってる？牢獄にいるわ。縁妃の言葉を借りれば、この世のすべての罪にはそれ相応の代価を支払うべきだから。でも彼はこちらに協力的な態度で交渉を断らなかった。だから私も警備を増やし、彼が投獄されている間の身の安全を守っているわけ。
裏で手を下そうとするファドゥイから彼を守るためにね。交渉？あ、チーを逮捕した時にイランがチーに言った話か？ええ、私はチーにはあまり興味ない。もし今回の出来事がチーとしか関係していなければ、途中で部下に任せてもよかったの。でもファドゥイと関係しているとなれば話は面白くなってくる。大きな魚を捕まえられる気がするでしょ。捕まえられたのか。あと一歩のところで残念ながら逃げられてしまった。天王寺もイエランも何言ってるんだ。オイラ全然わからないぞ。チーはファドゥイと結託して天数の位置を狙ったでしょ。逆に言えばファドゥイは天数選考に干渉したことになる。あのユスポフというファドゥイの役人は私たちの手の中よ。地位の口実と合わせれば外交の場で攻めを続けられるわ。それにユスポフの副官であるティオファンも操れるわ。彼をファドゥイ内部に潜入させる駒として扱える。こういう駒は重要よ。肝心な場面ですごく役に立つんだから。利なければ早起きもせず。私が何のために忙しくしてたと思ったの？じゃあ成功したのか？半分はね。前半は順調にいって資料もすべて行幸様に渡した。でも私たちが接触しようとした時、ティオファンはすでに失踪していた。すべての証拠もろともね。対応がこれほど早かったのはおそらくファデュイの方もこちらに目を配らせているからだろうな。他のつてから得た情報ではファトゥス不社が関与しているようだった。ファドゥイの主力はこちらにいないから不社もこれを遊び駒として扱ったのでしょう。ティオファンに逃げられたのは惜しかったけど、未だリーユエに目をつけているファトゥスが誰なのか分かった。私の今後の仕事にも方向ができたわ。そういえばイエラン、お前さんは天数を引き継ぐつもりはないのか？何日か前に頑丈茶室でお前さんも興味を持っていたようだったろう。わしから見てお前さんの能力なら十分適任だ。あれね、もちろん冗談よ。私はやっぱり今の生活が好きなの。危険もスリルもあるし、そしてそれは暗部での行動だからよ。もし天数になったら暗闇にも危険にも首を突っ込めなくなるじゃない。さあ、話はここまでにしましょう。私はもう行くわ。あと何日かしたら遠出するから事前に準備しておかないと。どこに行くんだ？もちろんまだ秘密よ。でも君たちのおせっかいな性格からすると今後も何かのトラブルに巻き込まれることになりそうね。次の危険な場所でまた会えるかもしれないわ。それまで決して油断しないこと。君たちを狙ってる勢力は結構な数よ。まだ何か質問があれば天王寺に聞いてちょうだい。今回の一件で天王寺も君たちに一つ借りができたんじゃないかしら。何か聞きたいことはあるか？わしはかつてチーを含めた3人に言ったことがある。策略は重要だが、それ以上に自らの本心を大切にしなければならない。チーとユスポフ大使は策士でありながら策に溺れ、互いを駒のように扱っていた。だがイェランとフシャの目からすれば、彼らはより大きな盤上に立たされた駒に過ぎない。策略に果てはない。対処できないなら関わらない方がかえって物事がはっきり見えることがある。人は皆欲望を持っているが、それに支配されてはならない。一時的な損失などにこだわらず、自らの心の思う方へ進めばいいんだ。何か聞きたいことはあるか？
わしがエランと知り合ったばかりの頃、彼女はまだとても若かった。だがあの頃から彼女はとても力強い雰囲気をまとっていて、どこかつかめない性格だった。わしのある旧友がエランをこのように評価したことがある。笑っているように見えても目に微笑みは全くなく、とても危険な人物だと。だがわしからすればそこまで大げさに言うものでもない。少なくとも彼女はお互いに信頼し合う者を傷つけたりはしないよ。何か聞きたいことはあるか？フシャはファデュイ執行官第9席で、ファテスの中で最も金を持つ者の一人だろう。だが彼の富はモラだけに限らない。奴は財に対して特別な理解を持っているんだ。彼の計画はこの世界の根本を揺るがす可能性がある。それ以上の情報はほとんど聞いたことがないな。もし今後そのような情報が必要になれば、行幸に聞いてみるといい。何か聞きたいことはあるか？イエランが言ったように、わしの体はほとんど回復している。あと何年かは持つだろう。これから数年かけて徐々に仕事を他の者に引き継がせ、ゆっくりと後継者の育成をしようと思う。おっと、そういえば官位と名伯がまだ下で待ってたな。後で彼らともきちんと話をしなければ。何か聞きたいことはあるか？お前さんとエランのおかげで今回は助かったよ。今後何かあったら不当まで来てわしに相談するといい。チーはもう牢獄の中か。当たり前だろ、天王寺に毒を盛るなんて。どうしたらそんなことができるんだ。何ため息ついてんだよ。いや、ただ惜しいと思ってな。俺はずっとあいつがすごいと思ってた。もしあいつが天数になればきっと俺のできないことをたくさんできる。惜しいことなんかない。あいつがすごいのは認める。だがあと3年もすれば俺は必ずあいつを超えてみせる。その時になったら俺が天数を引き継いで、あんたが俺の右腕になるってのはどうだ。そういう話はその性格を変えてからにするんだな。心を落ち着かせられないようじゃいつかことを仕損じる。今のお前じゃ本物の天数後継者になるにはまだまだ足りない。だったらゆっくり調整していくさ。そしていつかあんたが一つも欠点を挙げられないような奴になってやる。だがその前にまずは天王寺に会いに行こう。